まだ1月の下旬ですが、サンルームがいっぱいになっているので、なるべく早めに外に出せるものは出そうと思って、昨日おとといとこの竹林の擁壁沿いのところにバナナの粉絵を持ってきて、あれこれ工夫しながらプラバチ、大型プラバチの中に収めて、サンルームの苗の在庫を少しずつ外出し始めているんですね。4月になると農作業全体が忙しくなるので、なるべく冬の間でもできることはやっておこうと思って、サンルーム内で緑葉を保持しているバナナの粉絵たちを選んで、この竹やぶのあちこちに大型プラバチの中で保護して、4月ぐらいに自由に持っていこうと思っているんですが、今日はまずここにですね、持ってきたのはマルボッグなんですが、これは口径10センチ前後の寸胴鉢に苗を植えておいて、この寸胴鉢のスリットから根が出てきているんですね。それで葉も比較的良好な状態のグリーンを保っています。それでまだ1月下旬ですから、2月の寒波を予測して上方に竹の枝葉があるところを今探していて、この竹、これは去年出てきた竹ですね。それからもう一本、これもそうです、去年出てきた竹です。この2本の竹で情報が庇護を受けられるような状態になっているので、その真下、そちらの竹とこちらの竹の間に今穴を掘ったんですね。で、ここに寸胴鉢ごと、この根が出ている寸胴鉢ごと仮植えしておいて、もし良好な状態であれば4月の頭ぐらいにですね、この鉢から取り出してここに地植えしようと思っています。今すぐに地植えも可能かもしれませんが、まだ2月いっぱい、それから3月中旬ぐらいまでは結構寒い日があって、まあ、竹林は霜の被害は少ないんですが、3月中旬まではまだ霜の恐れがありますのでね、念のためとりあえずはこの寸胴鉢植えのまま、このマルボグをここに仮植えしておこうと思いますね。